皆さんこんにちは、モトラットスクバです。今回は R1250RS と R1250 ロードスターの選択目安ということでやらさせていただきます。この2車は2019年の8月デビューしております。撮影してますのは2020年の8月で、まあ、丸1年間ちょっと経過しまして、オーナー様、誕生かなりしまして、皆さんにいろいろとこうお話を聞いたりとかしてるんですが、まあ、これからそうですね、検討を購入を予定している方が、まあ、リクエストで、まあ、選択目安をやってほしいというちょっとリクエスト入ってまいりましたので、今回ちょっとやらさせていただきます。はい、まずこの2車の違いというのはカウルの有無なんですけど、重量面は実際のところ車検証重量は実は同じなんですね。まあ、実質重量は実は6キロぐらい違います。ここのカウル部分の差というか、その部分で6キロ差ということなんですけど、一応250キロで車検証上では2台ともなっております。重さでは実は車検証では同じなんですけど、実際6キロちょっと違うという感じですね。なので重量面の差は正直言うとありません、ほぼほぼ。はい、ハンドル周りはこのセパレートハンドルタイプのハンドルに対して、まあ、バーハンドルタイプのハンドルというのが違うんですが、この2車のやっぱり大きな違いというと、このフロントアクセル部ですね、この部分ですね、アクセル、このフォークの中心線上にアクセルが来るのと、こちらは、15ミリ前に出てます。はい、ということでこちらホイールベースが1530ミリに対して、こちら1515で15ミリほど、まあ、相対的には短いんですけど、こっちがいわゆる、まあマットって言い方はあんまり適切ないかもしれませんけど、普通のやつということです。はい、そうですね、実際乗ってみてどうかっていうのをちょっと走行動画、ちょっと入れたいと思うんですけど、ロードスターのこちらの軽快に走る外見所です。そして RS はこちらからするとちょっとフロントの設置感がちゃんとはっきりしてて、まあ重厚感がある。まあ、1250ロードスターも正直設置感っていうのはあるんですけど、軽量感の方が正直上回るので、はい、まあ、バイクというのは例えばフロントキャスター加工、他のバランスでこうライダーにこう伝わるフィーリングになってくるんですけど、そこでまあ明らかな差があります。まあ、目つぶって乗っちゃ危ないんですけど、目つぶって実際そうですね、コーナリングをするとこの違いははっきりと分かります。まあ、今回高速道路ちょっと一部ちょっと試乗ほか、まあ、ワインディングに関してはちょっと他の過去のちょっとバックナンバーの上に使わせてもらって、まあ、紹介しておりますが、まあ、実際やはりこの2車の差は結構はっきりとしておりますね。はい、オーナーさんのその選択、まあ、目安っていうことを考えるとどうでしょうかなんですけど、まあ、例えばシートの選択肢ですね、今これ760mm の一番低いシート、日本向けのシートが付いております。対して、R1250RS の 820mm のシートで、ロードスターについているシートから2段階高い家のシートになっております。下から760、790、820、840、もっと高いシートもあるんですけど、840というと本当スポーツシートって言われているぐらいで本当に高いシートで、着座位置とハンドルとステップの位置関係、非常に、そうですね、大事な要素になります。はい、ロードスターと RS は基本的に共通パーツになってきましたので、このシートは互換性があります。ハンドルに関してはもうそれぞれこう専用パーツですので、そうですね、各パーツ、ハンドル周りのパーツが当然こう違ってきますので、一つ類とかは共通ですけど違ってくる感じですね。はい、まあ実際どちらがいいかっていうのは本当にオーナーさんの使い方にもしてくると思うんですけど、高速道路のツーリングとかを考えると、まあ、RS がやっぱり一歩先進んでるというか、安心感がある、ロングツーリングの時に非常に安心感がある、そうですね、印象です。でロードスターの方は、スクリーンは純正のやつですと、ちょっとこれぐらいのスポーツスクリーンはあるんですけど、まあ、それでも準備分かと思いますが、RS 比で考えると場合によって車外比のスクリーンもちょっと視野に入れて、検討していただいてもいいかもしれません。まあ、スクリーンの有無って結構ハンドリング以外にもちょっと影響を与えるものなので、大事な要素の一つになってくると思うんですよね。はい、パニアケースのシステムとか両方とも共通です。はい、高校の分にパニアケース
の手がついておりますので、パニラケース左右でこうヘルメットが入るサイズのやつがつきます。で、今これは実は、トップケースキャリーがついているんですが、標準仕様はあちらのグラウバー仕様になりますので、ね、あちらが標準の仕様になります。はい、まあ、こちら今この状態ですけど、同じ、もともと新車時は同じ状態です。こっちはオプションパーツをつけている状態ということになりますね。はい、スポイラー関係は、これ、このライトホワイトのこのモータースポーツカラーの場合ですと、このスティール製の、そうですね、アンダーカールついてます。 RS もこのですね、カラーですと同じものがついてるんですけど、他のカラーですとプラスチックタイプ の、 ちょっと形状が違うアンダーカールがついております。はい、キャリパーとかはブレンボー製のキャリパー、こちらはついています。前後ともブレンボー製になりますね。はい、機名の違いっていうのは基本的にエンジンから後ろのミッション、はい、ファイナルドライバー、基本的に RS、ロードスターとも共通ですので、R1250 ロードスターで、まあ、高速道路のちょっと走行をしているシーンです。まあ、R1250RS も同様にこの後高速道路の走行のシーンをちょっとお見せするんですけど、まあ、やっぱりこっちの方がやっぱり警戒感があるのは、この後に R1250RS をパッと乗り換えたときにすぐこう、あ、違いとして分かるってこう印象としてあります。接地感云々に関してはやっぱりこっちの方がちょっと一歩上かなっていうのは、まあ、フロントアクセルの、まあ、兼ね合いから確かにこう分かるところではあるんですけどね。はい、まあ、どの道こうライダーそのそれのオーナーさんがこう慣れてきて、どっちがいい悪いというのは正直言ってないと思うんですよね。街中走行とかのことを考えて、やっぱりロードスターの方がやっぱり一枚上手のような感じしますし、高速道路で長い、そうですね、距離淡々と走るんであれば、やっぱりちょっとフロントがもうちょっと重厚感がある RS のハンドリングの方がちょっといい感じがしますね。はい、まあ、実際こう高速のインターの出口とかこう R の緩やかなところですね、こういうところで一定速度で走るのが非常にいいです。はい、次に R1250RS を、まあ、ライドしてみました。 R1250 ロードスターから RS に乗り換えると、もうハンドルの違いがすぐ分かります。まあ、RS の方がやっぱ安定感がある感じなんで、ロードスターの警戒感と比べるとやっぱちょっと全然もう違う乗り物のようにはちょっと感じてしまいます。はい、まあ、ドライブトレインとかの仕様が基本的に同じなので、まあ加速感とか当然同じなんですけど、こう曲がる感じとかがもう全然違うんですよね。まあ、実際どっちがいいか悪いかってのは本当この2車は判別がつきづらいんですよね。まあ言うなれば相性なんだと思います。第一印象でこう警戒感をすごく大事にされる方はロードスターで、どちらかっていうと安定感を大事にされる方は 1250RS、 まあ実質他の、まあ選択目安でやりました RT と RS の違いですけど、やっぱ RT によってるような感じはしますね。RT と RS を比べて、だったら車格だっていうのが、なんか一応結論だったような気がするんですけど、まあ、このロードスターと RS の比較は正直、選択目安シリーズで、まあ、自らやろうとは思わなかったのは、実は本当は判別が難しいからやりませんでした。まあ、今回ちょっとお客様のリクエストがあったんで、まあ、あえてちょっとここは、やらないといけないのかなと思いまして、まあ、やったわけなんですけど、実際ロードスターで例えば車外のロングスクリーンで RS と同じようなスクリーンを作った状態だと、メーカーがまあ実際こう想定しているもんではないので、やっぱり何かしらの不具合が出ると思うんですよね。例えば横風であったりとか、やはり RS のノーマルスクリーンと、あと横のこういわゆるスポイラー部っていうのはやっぱり横風とかあった時にちゃんと効果があるのがやっぱり分かりますね。今これ走ってますのが、まあ、京王道の千葉方面なんですけど、ちょうど利根川を越えるあたりって強風の日は非常に横風あおられて怖い思いをしますが、そういうところで RS は比較的こうちゃんとまっすぐ進んでいくのが分かるんですよね。はい、
はい、そしてワインディングのちょっと走行なんですけど、これちょっと過去のバックナンバーの動画ちょっと利用させてもらいました。まあ、実際 RS とロードスターのこうハンドリングの違いがはっきり分かるのはやっぱり下りコーナーですよね。上りでも確かにちょっと分かるんですけど、明らかに下りの回り方が、まあ、ロードスターの方がこう自由度がはっきりするので、まあそれもやっぱりちょっとお好みしたお好みなんですよね。タイヤ銘柄でも随分違ってくるとこですしね。はい、まあ、ロングツーリング行くんであればやっぱり RS のチョイスの方が無難かなっては感じするんですけど、まあそこはまあ実際お買いになるお客様もデザインの部分もちょっと気にされるでしょうから、まあそこはやはりこう市場でまあそのハンドリングほか使い勝手優先順位を最優先にするのか、やっぱりデザインがやっぱり気でないからどっちかの選択をするっていうのが一般的な考え方であり、まあそうですね、一つのバイク乗りの選択基準のような気がしますね。はい、まあ、このワインディングで走ってるシーンも RS の方は雨上がりの路面、まあ、天気晴れてるんですけどすごい滑りやすい路面だったもんですから、こういうところは正直言うとロードスターより RS の方がなんかちょっと安心してアクセル開けていける感じがします。まあ、今トラクションコントロールついてるので、まあ、正直2車いざロードスターの方にも雨上がりのウェット路面走っても走れると思うんですけど、やっぱりこう印象的に言うとやっぱりそれかなって感じですね。やっぱり1000キロ単位のツーリングをこなすにはやっぱり RT とか K1600 を選ぶべきなんですけど、まあ、それでもこの車両のクラスでも十分にこう走れてしまいますから、うん、そこはこうご購入時に1から10までなかなか判別はつかない部分で、乗ってるうちに分かってくる部分では確かにあるところではあるんですけどね。はい、まあ、この作り込みに関してはもう他メーカーよりも一歩 BMW は進んでますから、間違いなくお客様を満足させられるもの のメーカーだと思いますんでね。はい、まあ実際他の車両のこう選択動画組み合わせた選択動画も本当にやるべきなのか、ちょっとこれを作ってるうちにちょっと思ったんですが、まあもしリクエストがあればコメント欄にいただければある程度ちょっと検討してやろうかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今回ご視聴ありがとうございました。